はい、こんにちは。デリケートの栄養士、まゆです。はい、というわけで、前回のサーラから1週間経ちました。今日もボイボ食をやっていきましょう。ダイエット企画は一体どこへ行ったのやら。今日はね、なんと舞鶴の漁師 YouTuber ラジュンさんからめっちゃ素晴らしいものをいただきました。それを持って事務所の方に移動したいと思います。レッツゴー。よし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 よいしょ、オープン。うわ、これまた見事な岩牡蠣が入ってます。見てください、ほら拳ぐらいでっか。で、今回のこの岩牡蠣買わせていただきました。コロナでラジュンさんも大変ということで、困った時は力を合わせてお互い様ということで、これで今日はね、暴飲暴食をしていきたいと思います。ほんとでっかいなこれ。で、まあ二度手間ね。で、今日はこの大量の岩牡蠣を、まあ、焼き牡蠣とバター炒めと刺身でいただきたいと思います。じゃあまずこの仕事用の軍手をはめて、でこれまた仕事で使ってたペンチを使います。殻を割るだけだから大丈夫です。これで殻を割るとね、簡単に入るそうです。ペンチで殻を割っていきます。はい、じゃあね、この殻の隙間が見えました。で、貝柱はこういうとこの、だいたい右上にあるので、ここから入れてこの右上を断ち切っていきます。で、断ち切れたら開けましょう。はい、こんな感じです。見事な身が入ってますね。で、次下側の貝柱も断ち切って、これどっちから入れた方がいいんかな、まあ、なるべく貝柱を損なわないようにね、入れていきましょう。はい、見事な身が取れました。プリプリ。これをとりあえず全部やっていきます。まあうまくいったからもう一個だけ見せちゃおうかな。ここら辺を取って、これもラジュンさんにね、教えてもらったんですよ。岩牡蠣はほんま岩みたいから、こうでもせんとな、なかなか。で、隙間が出たら、ステーキナイフを入れていく。で、ここを断ち切ってあげる。で、断ち切れたら、開く。よし。で、また下の貝柱を、まあ、損なわないように、こうやって裏返して確認してあげるとね、よく見えます。で、断ち切っていく。よっしゃ。はい、また取れた。チュルルチュルルチュルル。で、牡蠣が取り除けました。ゴールデンタイムと参りましょうか。じゃあフライパンにバター、で粒の細かいようなやつを入れていこう。で、さっと炒めていく。はい、火が通ってきたらニンニク、で塩コショウ、で醤油、でネギ、これで混ぜ合わせれば、はい、岩牡蠣のニンニクバター醤油炒め完成です。じゃあお皿に冷やしてた岩牡蠣の殻を乗せていきます。で、まあ全然綺麗に乗らんかったけど、で全部にシソを引いて、このシソの枕を引いてあげましょう。ゆっくりね、お休みできるように。まあすぐ食べちゃうんだけどね。で、冷やしてた岩牡蠣をのせる。で、まあネギをパラパラっと。で、ちょっとお腹すきすぎたんで、もみじおろしのチューブでいかしてもらいましょう。で、レモンを添えて、はい、生岩牡蠣完成です。こっとりこっとりおビール。で、焼き牡蠣はこの後暴飲暴食テイストでやっていきます。それじゃあ竹雄、始めようか。じゃあまずこの大きな岩牡蠣、うわーやばいでしょ、箸で持てんよ、持てんがらし。で、この生姜ポン酢につけてね。うまくぐる。ちなみにこの岩牡蠣、概要欄から買えますので、ぜひお願いします。めっちゃ美味しいよ。で、続きはさっき飲みかけてたビールね。うん。で、お次はニンニクバター、岩牡蠣。あ、めっちゃ濃厚。うま。濃厚で牡蠣の旨味たっぷりやわ。絶対この岩牡蠣で炊き込みご飯したら、めちゃくちゃ美味しいと思う。お次は、こっちだ。ビンビール。ビーン。やっぱりビールはこのちっこいビールだよね。ビンビールは。ビンビールに限りだよ。ね。
ま、これね、しそで包んでもうまいんじゃないかなと思いますよ。おっとっとっと、落ちますね、端から。うわ、大げさに言うてないよ、これ。うん、こっちがいっぱいのふわふわ。女性の方は切った方がいいかもしれんな。最高。でこれあまりのうまさに岩牡蠣はもうペロリと完食です。美味しかった。で僕今日ね、年齢確認をされたんですよ、スーパーで買うときに。いやー嬉しいですね。26歳、もうすぐね27歳になるんですけど、なかなか嬉しいことでございます。でこのね、10万人祝いで友達がくれたんですよ。1ケース、妹陽気4つね。これもくれて4つもありがとう。このレモンサワーじゃいただこう。あ、うまいですね。このこだわり酒のレモンサワー、これが一番僕好きですね。こうレモンを強く感じるというか、これ前も言ったから、まあいいや。まあ残り1つとなりましたが、ちょっと焼き牡蠣の準備をしに行きたいと思いますと思いましたところで、これガーリックすごい。じゃあちょっと焼き牡蠣を準備しに行きましょう。2階にね、このようなくぼったがあります。天気はね、残念なことにあいにくの雨ですね。まあ、これでファイヤーしておきましょう。待つ間はこうやって飲むだけですね。いいカメラだとね、この肌のね、まあ、汚さとかシミとかが映るからね、あんま好きくないんだけど、まあ仕方がない。いろいろね、やっぱ悩みがないっていう人なんて少ないんじゃないでしょうかね。僕はそう思います。僕はそう思いますよ。でまあとりあえず岩牡蠣持ってきて、でレモンサワーについてだったら、このなんかこれも食えるそうだ。で次はこの神レモン、このなんか神の味らしいということで、これにしたいと思います。どれどれ、果たして本当に神はいるのか。おお、ちょっと甘みが強い酒って感じですね。じゃあこのイワシの蒲焼き缶、これどうかな。車うっせえ、黙れ。こんな感じで、箸がなくてもね、昔の人は手で食ってたんだから、ホロホロだな。あ、蚊が止まっちゃうな。うん、うまい。これだいぶ炭がいこってきた。これはもう広げちゃうわ。この上に乗せるわ。どっちからだったかな、平たい方からやって、で後からうまみをこう返してこうなんか乗せるみたいな。とりあえず4つ焼くか。4つぐらいペロリと食うだろう。いや最高ですね。待つ間にこのイワシの蒲焼き、でこの紙レモンで流し込む。あー、紙だ。次はハイボールを持ってきました。乾杯。はい、じゃあ肉が焼けてきたので肉を食いたいと思います。うん、あ、肉にはハイボールが合うね。うん、はい、めっちゃうまかったんでもう6枚投入しました。肉は肉でうまいんだな、これが。はい、でもう20分ぐらいは加熱してるんですが、多分火が通ってます。でラジュンさん曰く、基本的にアクはアクそうなんですけど、まあなんか僕のアク運が強かったのか開いてないんで、これはもう手動で開けたいと思います。この岩牡蠣なんですけど、鮮度が良すぎたら、なんか貝柱の繊維の力が強すぎて、その開きにくいらしいんですよ。今20分ぐらいしたんで、まあ火は必ず通って、熱っということで、これでまあ後から剥いて食います。はい、じゃあ筋肉の繊維が強いということなんで剥き直していきましょう。でオープン。まだ火が通ってねえんか、これ。ちょっと火の通りが甘そうなんで、もうちょっとやります。はい、じゃあ岩牡蠣が焼けるまでの間、この男梅サワーで乾杯。だいぶ眠くなってきました。うまいね、しょっぱい甘さって感じ。はい、じゃあ牡蠣殻だけ落としました。これをポン酢につけていただきます。絶
対うまいですよね、これ。うん。うん。うまい。うまいけど、焼き牡蠣よりは、むいてフライパンで焼いた方が、僕は好きかな。僕はね、僕の感想だからちょっとわからんやけど。このな、とりあえずこのバーベキューとやらはこれで一旦しまおうにするか。あー、ちょっと落ち着いたからこれで終わりだ。はい、じゃあどうなったかわかりませんが、焼肉は終わりました。とりあえずお酒が終わって、まあなんか気がついたら寝てたんですよね。まあとりあえずレモンサワーに戻るか。これね、2日前につけた、あーめっちゃこぼれた。まあ2日前に続けた酢漬けをね、酢漬けを食べていきたいと思います。はい、じゃあこの酢締めを切っていくぜ。うまそうこれ。これでサイドバラの水面盛り完成。これめっちゃうまそう。これね、このな、冷凍しとったプレミアを次これパン粉をこれ解凍する。これはね、結構塩辛いんでわさびだけで食うのがうまいですよ。うん、もうわさびだけで十分うまい。すじめだから、あーちょっと塩が弱いな。次の反省点、もうちょい塩効かして。うん、で米ができましたとさ、これに乗せて、でわさびで、これで美味しそうななんかできました。これいただきます。うまいうまい、簡易的なお寿司ですね。うん、で残ってた肉とかもこれ混ぜて食べましょう。でまあいつものこの半額明太子を買ったんで、これを食べていきます。まあ米をもう一個ここで開けましてだな。で明太子一個で一つはいけるだろう。うん、うまい。うん、辛みが足りないからこの一味唐辛子をつけて、もっと辛みを出そうかなと私は思いました。でこの一味唐辛子をパッパッパッと、もっとこのかける、これでこれで本当の辛子明太子だ。うん、辛っ辛っ。うんうん。はい、で今母がね、押し寿司とバラ寿司を持ってきてくれたそうで、それをちょっと見ていこうか。でこれが押し寿司だね。でこれがバラ寿司だ。おお、なかなかこれはうまそうだ。じゃあこの母が作ってくれたバラ寿司をいただいていこうではないか。うん、うまいうまい。サラが入ってるから、サラのうまさと、うん、その他もろもろがうまいんだな。タコも入ってるからうまい。まあ、これは一気にはちょっとお腹いっぱいになりすぎるからな。次は押し寿司だ。この押し寿司はまあ一口サイズに切ってちょっと味わおうではないか。これはまあ同じ感じでサラをつけたといったところか。うん。これはこれでうまいな。甘さ加減もちょうどよくて、寿司としては抜群でござる。まあ全部は食えないだろうが、これらをぼちぼち食べていくとするか。一旦風呂に入っていきましょう。いつもね、風呂入らず寝ちゃうもんですからね。うん、風呂に入ろうかなと思います。うわぁ、ここだった。これを冷蔵庫に入れておこう。うまかった。はい、お風呂から出てきました。風呂上がりといえばやっぱあれですよね、キンキンに冷えた日本酒ということで、今回はね、月丸っていうことで、なんかよく CM でしてた丸じゃなくて月を買ってきました。美味しそうです。乾杯。うん、あー、風呂上がりにはキンキンに冷えた日本酒が最高に合うな。まあちょっとお腹も起きたんで、このアイスを食っていきたいと思います。いや、美味しかったな、この氷合い。今、満天おそろレストランを見てるんですけど、もうすぐマナガツオが始まるということで、うちのとこにも来てくれないかなと思います。大輔さん、待ってます。それでは、セブンで買ってきたぜ。さすがに日本酒はちょっと応えるかな。ここであえてジュースを入れていこう。このジュースで喉を潤すのだ。変なところに入ったけど、ヤクルトみたいで非常に美味しいな。ビールだ。ではいよいよこのリンゴジュースを食べてみようと思います。リンゴの味が本当にするんだろうか。あ、うんうん、あ、これなんかリンゴの風味がなんとかするか。あ、美味しいなこれ。次からこのリンゴを買ってみようかなと思います。で最近の餃子はですね、
プライベートでもラップをいらないということで、ラップがいらないそうなんで、3分間ここにぬくめて、これで完成だ。ほな、唐揚げができた。なんか餃子って間違えとったけど、唐揚げ。うまいね。下味がしっかりついて、中まで染み込んで、鶏も柔らかくてジューシーだ。そういえばね、この梅酒を買っておりました。この梅酒をちょっと飲んでみたいと思います。ほんならこのコップに氷で、なんかね、このうまそうな梅酒を入れていきましょう。ちょっと高そうですけど、うまそうだな。これでいいだろう。はい、で焼きそばに残りの唐揚げを乗せて混ぜたいと思います。これ油混ぜそばみたいな商品だったかな。もうちょっと取るのがめんどくさくて、こんな感じで。じゃあいただきます。うん、これはうまいな。辛いけどうまいけど、この唐揚げで中和しよう。またご飯が欲しくなりますね。残り少なくなってきたけど、米が食べたくなってきた。米を追加します。ぐちゃぐちゃに潰した明太子を入れて、さらにここにマヨネーズを入れて、プルプルプルっと、でこれでぐちゃぐちゃにします。でこれで焼きそば、明太、なんかソーセージの完成です。じゃあいただきます。うん、マヨネーズはちょっといらんかな。でもうまいわ。でテレビもおもろいしな。あ、 CM 入っちゃった。いや、今ね、今夜ロマンス劇場っていう映画をね、金曜ロードショーかなんか、土曜のなんかでやってたんですけど、もう心臓が持たないということで、僕も感情移入すぐしちゃうんで、あー、もうこれはね、すごい興奮しました、本当に。もう酒もね、全然飲んでないんですよ。1時間半ぐらいもう酒も飲まずにこう、手見っちゃうぐらいね、悲しいけどいいっていう、あー、なんとも言えないな。さあ、飲み直しを始めようか。はい、おはようございます。朝からムクムクですね。まあこの通り、まあこっちと、これで乱れ桜ですね。本日もご視聴ありがとうございました。歯を磨くときはこの顔をぼかすときじゃないですか。こっちを他にも乗せたときこれダブル歯磨き。頭痛い。